ついにですね、大型マイク買いました。チャンピオン、チャンピオンの記録、ハーレードミッドソン。ということで、僕のバイクがなんと中に展示されてるってことなんで。もうあるんだ。あります。ちょっと行きましょう。はい、さあさあさあお前のバイクが展示されてますから、こっちです。マジっすか。はいはい、来ました。これこれ、そしてこっち、これ等身大の。うわー、小さいっすね、やっぱ等身大も。いいでしょ。この構図ね、初めてだな。なんかポップと同じ人が。もうちょい変わったんちゃうって思うんだけどな。それは言えないですよ、ね。結構何枚か撮ったんやけど、なんでこの顔なんか分からへん。これですよ。すげえ。おお。とうとう。これが私のバイクでございます。買わせていただきました。スポーツスター。へえ。アイアンね。パパさんなんて言いますけど、これは今はノーマルの状態なんですか。そうで、これそう、今はもうほんまにノーマルで、いや、まあちょっとだけ違います。 これカールついてたり。なるほど。まあ、この辺とかもそうなんですけど、うんうん、でも、まあ、もう大変わりします。やっぱり。はい、もうカスタムの打ち合わせも全部終わってるんで、この辺の雰囲気もゴロッと変わりますし、はいはいはい、この辺もゴロッと変わりますね。はあ、でもほんまに、しかも、もっと言うと、うん、このフルノーマル、まあ、ほぼノーマルの状態では、はい、うん、1回も乗りません。ここに今展示されてる、はいはい、この展示後、このままもう、はい、もう1回工場行ってカスタムされます。で、戻ってきて、はい、完全納車なんで、この状態で乗ることも一度もない。なるほど、はい、大前涼介ともなると何、吊るしのままじゃ乗れねえと。吊るしじゃ乗れねえ。うわー、スターだわ。もうほぼほぼフルカスタムで。やばいね。はい、乗り出します。へー。まあ、あと1ヶ月後ぐらいかな。ただまあ、もう少しの間、これここでハーレー名古屋さんで展示されてますんで。あ、じゃあみんな来たら見れるんだ。ぜひぜひ皆さん見れます。で、あの等身大パネルと一緒に写真撮ってもらって。はいはいはい。またがったり、もうまたがってる人とかもいたけどな。全然、僕的には壊さなければ全然またがってもらってもいいんで。すごいな。でもすごい綺麗だよね、これ。綺麗ですね。めっちゃ綺麗ね。はい、じゃあこういう、え、これ新車。いや、新車じゃないです。新車じゃない。新車じゃない。1万キロぐらいは走ってるのかな、確か。じゃやっぱこれからハーレー欲しい人とかはちょっとチャンピオンさんに。もちろんです。チャンピオンさんに来てほしい。だってもう見てください、これもう全部。うお、ほんとだ。あ、なんかウェアとかもある。なるほど。で、下には新車も置いてたりするんで。あ、え、じゃあこのフロアは何？2階は多分基本中古車やったと思います。はい。でも下は新車めっちゃあるし、試乗もできるんで。へえ。ぜひぜひ。ぜひ皆さんもチャンピオン763でバイク買ってください。そしてこのお前のバイクはハーレー名古屋さんに置いてますんで、ぜひ見に来てください。